伊勢崎明治館。現存する群馬県内最古の2階建て洋風院建築物。館内には伊勢崎市が誇る織物の伊勢崎銘仙が飾られている。建物は和洋折衷の造りで、とてもお金がかけられた珍しい装飾や造りがされている。建物と織物を見学できるのは面白いね。明治45年に建てられて診療所として使われていた建物は、今見てもとてもおしゃれに感じることができる。診療所の役目を終えた後は伊勢崎市に寄贈されて、今このように僕らを楽しませてくれる。寄贈された後に市の敷地に移すために引き合い店をしたんだって。建物を分解せずにそのまま引っ張って移動させるってものすごいことだよね。急な階段は危なくて使用されてない。当時はここの窓はなくて廊下はむき出しだったらしい。こっちの階段も危ないから使用禁止。階段は増設された管理棟のを使うよ。診察室、応接室、白を基調とした外観。見学に行くなら無料駐車場があるよ。入館料も無料だよ。またね。